パラスティカの豆だと沢出です。雑談本日は、はい、コストコのきらめき海鮮漬けチラシ雑談、イエーイ、やったー。コストコの購入品の動画はまた別にありますので、はい、そちらもぜひ見てほしいんですが、海鮮チラシ、チラシ食べていきたいと思います。はい、これ、うん、ちょっとカメラじゃ伝わりづらいけど、うん、結構大きいよ。でかいね、うん、ちょっと開けてみんなにこのきらめきを見せてあげよう。きらめき、もうすごいキラキラよ、ね、見てみんな。はい、こんな感じです。これ味ついてるんだもんね。え、多分そうだよね。そうだよね。うん、多分漬けだもんね、うん、せーの、いただきます。お腹は空いてるし喉が渇いてる。そう、いやもう私ワンちゃんコストコ行った時さ、お腹すぎ好きすぎて、うん、あれ食べちゃおうかな、ホットドッグ食べちゃおうかな、え、思った、ね、え、言ってよ。言えば、でもね、うん、もうそんなことも言ってられないくらいすごい並んでたじゃん。でやめたの、私は提案すんの。確かに、これでもうめっちゃ空いてたら絶対言ってたよ、うん、あんたにすいません。確かにね、ホットドッグ行っていいですか、言ってたよ。今日盆休み中の祝日ではないんだけど、うん、そう、今週はお盆休みだからもうね。そうなの、もうどこ行っても混んでる、混んでる混んでるよ、もう本当に。中入っちゃったら意外とね、うん、そう、意外となんか外側はなんかわんさかわんさかしてたんだけど、そうそうそう、中入ってしまえばまあ普通のね、普段のコストコって感じではあったけど。せーの、いただきます。美味しい、美味しい。え、これ何？わさび？あ、え、ここでいいよ。いい、使って、うん。めっちゃ味ついてる。めっちゃ味ついてる。美味しい。ありがたいね。なんか多分中に注文すると、うん、もっとでっかいちらし寿司みたいに作ってくれるって書いてあったよね。ね、書いてあった。5000円、5500円か。これ3600円ぐらいだもんね。うん、駐車場を止めるのも、そう、マジで止められないかもって思ったよね。思った。最初一体駐車場行ったんだけど、うん、空って書いておきながら全然空空いてなくて、うん、でもさ、あれでさ、もしさ、うん、空いてたとしてもさ、うん、あの長蛇の列の中さ止めんのもうプレッシャーやばいよね。もう無理。私運転したけど、うん、立体駐車場の駐車したことないから、いやでだね、もうあんなのもだ、ほんと危ない、危険、やばいよ。前後ろでさ車待っててさ、うん、すごい列になっててさ、うん、はい、じゃあ豆田さん駐車してください。ヒラの方空いてて、ヒラね、空いてた、よかった、うん、よかった。しかもみんなさ、うん、立体駐車場の中もさ、あの出待ちしてんじゃん、うん、ウィンカーじゃなくてずっと待ってさ、あんなのもうプレッシャーでしかないよね、次出る人も、うん、おばさん同士で来てる主婦の人たちが間違えて違う人のカート持っていきそうになってたりとか。あんなにさ、うん、食品入れはやっぱごった返してたのよ、うん、その中にさカートポって置いといてさ、確かに持ってっちゃうよね、間違って。マジ焦ってたもん、女の子。あっ、ってなってた、そう、あ、うちのみたいな。おばさんめっちゃ笑ってた、一人で。やだーとか言って、ごめんねーとか言って。おばさんだな。みんなとさすれ違う時さ、うん、人のカート見がちじゃない？見る、めっちゃ見る。なんかってんのかな、あ、こんなんだみたいな、うん、そう、入ってるの見て、うん、それどこで買ったんだろうって言って、それ探しちゃうのもあるあるだよね、うん、私と澤部さんなんてさ、うん、そんなにいっぱい出てなかったさ、うん、タコとホタテのジンジャーマリネさ、あー、そうそうそう、各家庭1個ねとか言ってやってたじゃん。あのあと結構みんな手に取ってたぞ。あ、マジで、うん、この小娘たちが1人1個手に取って買って帰るってことは美味しいんだってみんな多分後に続いたんだ。見てたもん、おじさんとかも。ジンジャーマリネ、誰のカートにも入ってるところは確認できなかった。いや、そうだよ、だからあんなに美味しいのに、あんな美味しいのにね、ねえ、もったいない。人気出ちゃうんじゃない、だから。いや、人気出ちゃうかも、うん、もう後に続けってやってみんな買ってったらさ。そうだよ、なんかフローズンチョコバナナっていうのが美味しいって、うんうん、なんか YouTube か記事かで見て、私はそれをずっと探してたんだけど、うんうん、なかったね。食べたかったね。食べたかった。でもコテちゃんなかったね。コテちゃんあったよ。あった？あったあった。コテちゃん1キロ？うん、ありました。あったんだ。もうコテちゃん1キロは食べられない。うん、
なんかサムネイカタイトルにこてっちゃんじゃなくてなんか牛の腸1キロって書いた記憶がある。インパクト持たせるためにこてっちゃんって書かなかったんだよね。書かなかった、うん、牛の腸って書いた。動画映えになると思ってさ、うん、食べきれるとか切れないとか何も考えずボンボコボンボコ買ってたんだよね、うん、コロナビールがケースであったりとかポテチの詰め合わせなんだっけ、あの海外のさ、でもあれすごいさ、うん、大食いの時助かったよね。そう、あれは本当に味変になったんだよね、うんうん、あんたこれ食べるとか言って、そう甘いの食べる時にそうあれをねポリ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 言ってたんだよ。あれとカキピーのおかげ。そう、カキピーには助けられました、ね、一緒にね暮らしてればさ、うん、ほん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 、いくらでもあの、うん、買っちゃう、うん、いけたけど無理よそれは。無理無理。今日も言ってたけど、うん、なんかあこれいいなって思った調味料とかは、うん、もうシェアできないからね、うん、そう袋物だったらあれだけど、うん、もう一回開けちゃったらその、始まっちゃうやつは、うん、買えなかったよね。さすがに買えないよね。なんか大家族の家とか楽しいだろうな、コストコ行ったら。いやそうだよね、何でも使い切れちゃうし、ね、食べ切れちゃうしさ、うん、でも今日ちびっこも多かったね。うんうんと、もうカートに引かれそうになってるちびっこいっぱいいたよ、ね、危ないで挟まれちゃうよ。歩くなって言われてたもんあ、うん、お父さんにね。あ、正解かも、うんうん、危ないからちょっともう乗っててとか言って言われてた、うん、サオデさんに言ったけど、うん、ファミリーカードを発行する列に並んでてさ、うん、私の後ろにファミリー4人組みたいな、うん、子たち人たちがいて、うん、男の子が多分ね幼稚園の年長さんが小1ぐらいだったの、うん、でもうスーパーに来てるっていうのは多分分かってて、うん、でどうしてここはスーパーに入るだけなのに、うん、こんなに並んでお金払わないと入れないのってずっと怒ってて、かわいい確かにって思って。そうだよね、すごい並ぶじゃん。それは大人も思ってます。そうママに、うん、ここは安いからだよとか言って怒られてて、うんうん、そう訴えてた。訴えてた、もうずっと怒ってたその子も。大人はさ買い物できるから楽しいけどさ、うん、子供はさなんか退屈だよね、うん、でもそうだよね、出されたりしたら。自分も嫌だったもんスーパーの買い物行くの、うん、嫌だった、つまんなかったよね。そうつまんなかった、うん、なんかそのお菓子選んでいいよとか言われてる時だけは楽しかったけどさ、うん、なんかさそのさもうどっちにしようとかやってる時、うん、もうどっちでもいいわって思いながら早くしてくれよ思ってたもん、ちびながらに思ってた。早く早く買いたいよって。ちびっこってマジでせっかちじゃんおばさんより。おばさんより全然せっかち。ほんと早く帰りたかったよね、うん、だからもうちびっこでコストコ来る子たちほんと偉いと思う。偉い、うん、前もあんたにさ喋ったんだけどさ、うん、なんか結構私見たことない映画とか、うん、なんか作品、うん、結構多くて、うんうん、なんかその見たことないやつを見てみようみたいなことをさ自分の中でやってんのよ、うんうんうん、最近あのマーベル、うん、あーマーベル、マーベルをさ、うん、あ見た、見たのよ、うん、もう本当に何ヶ月もかけてさ、うん、ちょこ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 見ててさ、うん、あれ面白いねほんとチープな感想だけど、どうやって見た、結構あれ順番、そうだよね、その公開順で見るか、うん、時系列順に見るかって結構どっちだろう。なんかそのディズニープラスにもうこの順番で見てくださいみたいなのがあって、うん、あじゃあ時系列かもね。時系列か、うん、その順番で見たな。うんうん、面白いよね。そう面白かった、うん、なんかさあんたもさマーベル見てたか、見てるからさ、うん、マーベルの仕事とかやってなかった？マーベルの仕事あったな、なんだっけあれ、なんかあったよね、ピョンクマさんとそのマーベルのタイアップで、うん、で企画でそこを使いたいみたいな、多分許可取ったなと。そういうことか。そうでなんか各私はここのとこにいてください、はい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 、あなたここにいてくださいみたいな、かくれんぼみたいな感じだったのかな。あーいいな、だから今思えばさ、うわーいいなー、めっちゃ楽しそうやん、うん、あとさキョンクマさんち行った時とかさ、うん、あのキャプテンアメリカの盾とかさ、あったあったあった、ね、あのそうサノスのあの、うん、あの手のやつとかさ、うん、あったよね。あったじゃん、あの時とか全く興味なかったけどさ、今ほんと見に行かせてほしいもん、うんほんと見に行かせてください。誰が好きだった一番？なんか映画とかも結構さ好み分かれんじゃん、うん、あのガーディアンズオブギャラクシーが好きとかさ、うんうん、
もう断然キャプテンアメリカ。あ、キャプテン、キャプテン大好き。うん、分かれる分かれる。でも私も結構キャプテンも好きだし、うん、あとあのガーディアンズオブギャラクシーのあのメンバーもみんな好きだから、うん、あのアライグマとかね、あれそれぞれ、ね、そう、あれだよ、来年の春かなに、うん、あの It's a Small World がマーベル仕様なんだって、うん、It's a Small World with Groot みたいな。え、っていうかさ、マーベルってディズニーなんだって感じじゃない？そうなの。だからあの海外のディズニーのパークは、うん、もう本当にアベンジャーズエリアみたいのがあって、うん、そうなんだ。そう、アトラクションもあるし、なんかあのお食事屋さんもあるんだけど、日本って全然ないよね。ないね、全然ない。確かに。そうだから行ってみたい、海外のパーク。ああ、そうなんだ、うん、私あのもともと X Men シリーズが好きだから。あ、そうなんだ。そう、今さやってんじゃん、うん、デッドプールとウルヴァリンの、うん、そう、はいはいはい、ヒュージャックマンが好きなのよ、もともと。あ、ウルヴァリン、ヒュージャックマン出てんの？そう、ウルヴァリンっていうそのメインの、うん、X Men のメインのやつがあのヒュージャックマンなのね。なるほどね。そう、そこでイケオジにハマったの。あ、始まりはそこなの、うん、スタートはウルヴァリンのヒュージャックマンにハマって。あ、そういうことなんだ。そう、で X メンも割とそう、うん、みんな超能力がありますみたいな学校の話で、うんうんうん、そう、そっからどん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 ちょっと暗くなってくんだけど面白いのよ。まだね、そこまではたどり着けてないの。あ、いいの、 X メンはまた別だから。あ、軸が別のあれなんだ。軸が別なの。あのそのデッドプール見たいってなった時は X メンも抑えなきゃダメってこと？あ、うん、あれはコラボだからな、大丈夫、うん、全然関係ない。じゃあいけるか。マジでやばいのよ、その X メンのほんと最初の 1話っていうか、うん、1 の, あのヒュージャックマンがただのタンクトップに、うん、マジで本当にオタクの人が着てる寝るシャツチェックの、うんうん、あれだけなのにすごいかっこいいの。なんだろう、もう体つきとかも含めて、うん、もうあれなんだろうね、胸毛とか。うわー、胸毛も 見れんの？見れます。ヒュージャックマンの胸毛見れます。最高。なんかさ、やっぱ海外の人のさ、あの体格とその顔の小ささと背丈のバランス、うんうんうん、なんかもうすごいよね。かっこよすぎちゃうよね、ちょっと。もうやっぱ日本にはいないよね。いや、いないね、うん、そのすごい鍛わっててムキムキな人はいっぱいいらっしゃるけど、うん、そうトータルバランスですごい、うん、かっこいいっていう人はやっぱ海外の人ぶっちぎりじゃない？ぶっちぎりだね。色気やばいもんね。やばいよ。なんかないかな、ヒュージャックマンが出るイベント。ない。ちょっと登壇イベントとか、はい、映画で来日してる時とかさ、ないですか？レッドパークカーペットうちら行かせていただいてさ、いやもう結構倒れちゃうかも。ここまで来たらどうする？ヘイとか言ってさ、うわーもうヘイか、すいませんすいませんってなんか謝っちゃうかも。なんかごめんなさいって、本当すいませんって、自分ですいませんみたいになっちゃうかも。コミコンだっけ？はいはいはい。とかでさ、やっぱそういう、うん、あの海外の方たちと写真撮れたりとかさ、うんうん、 するよね、あるじゃない。あるよね。ああいうのとかでさ、もしヒュージャックもあったらいくらまでなら出す？え、5万とかなら全然出す。5万から10万はちょっと、うん、でもあれどれくらい喋れるの？いやでもツイッターのレポ見てると、うん、結構その英会話できる人とかは、うん、なんか結構つらつらなんか普通に喋れたみたいなこと書いてあったよ。確かよ。で写真のハグとかまで。どうする？それでめっちゃいい匂いとかしたら絶対するよ。するよね。するよね。ごちそうさまでした。以上せーのパラスティカでした。